こんばんは、タットです。神宮皇后14代中愛天皇の妃にして15代応神天皇の後の八幡神の母親です。神宮皇后は神の神託を受ける御子でもあり、白木を治めよとの住吉三神からの神託を中愛天皇に代わり、子を臨月に迎える身でありながら海を渡り、白木を月の霊子をまたに詰め、15ヶ月も出産を遂らせ、三冠征伐を成し遂げます。まさに日本の女帝。将としての能力はとても高く、劇を発せば兵たちはたけだけしく、女性や子供が争いの犠牲にならぬよう厳しい軍法で兵を一し、戦の神八幡神とともに武家の聖母狼と祀られ崇められています。